遅かったな。あんたじゃないからそんなに早くは移動できないよ。イタチの死体は持っていく。すぐに行くぞ。手当てはしておいた。お前が勝った。だがお前にもかなりのダメージが。一度会ったな。前は敵としてだが、お前にあることを伝えるためにここへ連れてきた。こういうふうに言ったら少しは聞く気になるか。ウチハイたちについてだ。仕方ない、自己紹介から始めようか。俺はお前と同じウチハ一族の生き残りであり、なんだ今のは。イタチがお前に仕込んだアマテラスだ。さすがイタチだ。死んでなお驚かされる。ここまで手を打っておくとはな。俺を殺すために。さすがのイタチにも俺の全ては知られてはいなかった。でなければ死んでいた。イタチは死ぬ前にお前に何かをしたはずだ。最後お前のために己の動力をお前の中へ注ぎ込んだのだ。お前を守るためだよ。お前は兄のことを知っているようで何も知らない。それ以上ふざけたことを抜かせばお前を殺す。イタチからも聞いただろう、あの夜の協力者のこと。俺がそのウチハマダラだ。イタチのことなら何でも知っている。うるせえ、そんなことはもうどうだって。いや、聞いてもらう。お前は聞かなくてはならない。木の葉のため、そして何より弟のお前のために全てをかけた兄ウチハイタチの生き様。何を言ってる、何を言ってんだ。真実だと。イタチのことをゆっくりと思い出してみろ。お前の優しかった兄を。気がついたか、暁のメンバーだ。あの夜奴がウチハ一族を皆殺しにしたのは事実だ。そしてそうすることが木の葉から下された任務だった。任務だと。そうだ、少し落ち着いたようだな。どういうことだ。意図に気づくウチハの者もいた。俺の意志を継ぐ造反勢力も出てきた。時すでに遅し、時は流れ、主権は千住の手に。そして俺の考えた通りになった。16年前の九尾の陽子襲来だ。九尾を手なずけコントロールすることができるのはウチハの動力だけだ。木の葉の上役たちはあの事件をウチハの何者かによる仕業ではないかと考え、以降ウチハへの監視は暗部によって徹底され、一族の居住地は里の片隅へと追いやられ、ウチハ一族は信用されていなかったのだ。差別が始まった。そして木の葉上層部はウチハ一族の中にスパイを送り込んだ。それがお前の兄ウチハイたちだ。お前はウチハにいながら何も知らされていない。まだ幼かったからだ。だがこれらは真実だ。なぜ、なぜイタチはウチハを裏切る。戦争を見ていないお前には理解できないかもしれないな。第三次忍海戦争を経験するには幼すぎ。とのトラウマはイタチを争いを好まない平和を愛する男。里の上層部はそこを利用した。上層部はイタチに極秘任務を与えた。その任務とはウチハ一族全員の抹殺。嘘だ、こんなの兄さんじゃない。だってお前が望むような兄を演じ続けてきたのは愚かなる弟よ。この俺を殺したくば恨め、憎め。そしていつか俺と同じ目を持って俺の前に来い。
ウチハは木ノ葉隠れの里の誇り高き一族だと、そう信じさせておきたかった。これがイタチの真実だ。嘘だ。そんなの嘘に決まってるだろう。俺は何度も殺されかけた。イタチが本気ならそうなっていた。お前の対処も全て計算のうちだ。あの戦いでイタチはお前を追い込む必要が、本当はお前ももう気づいているんじゃないのか。獣院からの解放を奪うという芝居を最後まで演じきってな。飲み込めてきたようだな。お前はウチハに濡れ衣を着せた。イタチと組んで一族をもてあそぶために。それはイタチがついた嘘だ。その可能性を微塵も残さぬよう、お前に俺を信用させないために嘘を。殺して暁に染まった犯罪者だ。やめろ。嘘だ、そんなものすべて。なぜならお前は生きている。人は皆思い込みの中で生きている。そうは考えられない。お前の目はイタチのことを何一つ見抜けていなかった。友を殺し、上司を殺し、恋人を殺し、父を殺し、母を殺した。血の涙を流しながら感情の一切を殺して、里のために同胞を殺しまくった男が、その意味がわかるか。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。お前と戦い、お前の前で死なねばならなかった。木ノ葉の里の平和のため、そして何よりウチハサスケ、名誉の代償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け取り、俺はお前と共にあり続けるさ。たとえ憎まれようとな。それが兄貴ってもんだ。許せ、サスケ。これで最後だ。我らは蛇を出した。これより我ら正体は名を高と改め行動する。木ノ葉を潰す。